はい、こんばんは。今日はですね、新しく赤坂にできたすごいサウナを紹介していこうかなと思います。すごいサウナ、本当に名前もすごいサウナです。すごいサウナ。いやね、こちらね、まあ正直言うと本当は紹介したくないんですけど、みんな多分来ちゃうと思うんで、まあ僕らもね、前に多分しょっちゅう行くことになると思うんであんま紹介したくないと。まあでもね、僕のちょっと友達がやってるということで、まあお願いされたので、渋々紹介していきます。これめちゃくちゃいいらしいじゃないですか。そう、なんかもうマジですごいっす。僕らあのサウナオタクじゃないですか。で、まあいろんなサウナを行ってですね、まあ超高級なプライベートサウナもよく行ってるわけですよ。で、そこのクオリティと同じクオリティをこの大衆サウナで作っちゃったというね、今回のサウナ。大衆でクオリティ高いってやばい。もう本当行き尽くしてるもんね、海くんなんかも。そうです。あの他のサウナとは違うね、そのマグマ式サウナっていうね。まあまあちょっと実際に見てもらったのが早いですけど、斉藤くんはもう経験済みで。もう僕あの先週1回来たんですけどフライングした。はい、フライングしまだオープンしてないのに しちゃいました。はい、あのもうすごい超えてやばいです。やばい。もうとりあえず1回入ってほしいっていう感じです。いや楽しみだな。いや楽しみだな。で明日からオープンなんで、ちょっと一足先に僕らちょっと入らせてもらうわけですよ。へえー、うん、じゃあ体験しちゃいましょう。よろしくお願いします。行ってみましょう。はい、しかもジムからめっちゃ近いのよ。これはいい流れできてきましたね。お、鉄人さん、お待ちしてます。鉄人さんですよ。明日オープンということで。はい、明日オープンです。よろしくお願いします。いや俺も初めてなんで、本当に。金額的にはどうなんですか？金額的には、基本的には1時間3500円なんですけど、はい、アプリ会員になっていただいたお客様は1時間2500円です。おー。で、じゃあアプリ会員になった方がいいですね。じゃあアプリ会員だと月500円がかかるんですけど、はい、ただ1回来ることに1000円割引になるので。お、絶対そうですね。はい、その分、もう元は取れちゃいます。早速いきますか。すごいサウナっていうぐらいですからね。本当にすごい。もうすごくなかったら困りますから。でこちらが横入りスペースで、今使っていただいたロッカーキーで、この緑のところどこでも使えますので。あ、これが開くわけですね。はい、ここでは。あ、はい、今閉めちゃいました。あ、閉めちゃいました。開いてるのでそのまま開いて、はい、これでいけるわけですね。はい、いや、ドライヤーもすごいですよ。ちゃんとティファのね、いいドライヤーが。うわ、確かいいね。高いな、そのドライヤー。え、5万円ぐらいしか。マジ？はい。斉藤君使ってるの？僕使ってます。マジ？香織ちゃんが持ってたってことでしょ？いや、僕があのタンプレでフルーツしました。これは。あ、そういうこと？はい。え、これどういう感じなの？その髪質とか良くなる？そう、なんか髪の毛がいい、サラサラに、サラサラになる。サラサラになる。へえ。斉藤君がお尻出してるから。うずれ。斉藤君お尻出してるから黄色になるからやめてよ。血牛のもんでよ。血牛だ、どうしてないの？脱毛してないです。それも太ったの？ちょっと太りました。パパって感じじゃない？お父さん体型。勝利さんもおついです。俺もでもだいぶウェイトアップしてる。じゃあ早速レッツゴー。レッツゴー。あ、暗いんですね。はい、ちょっと暗め。これもちょっとマックスにしてます。おー、ここでね。ここが、はい、整いスペース。整いスペースもある。え、これ大衆サウナってこれ。で、こちら一応ドリンクバーの方も、まあ有料にはなるんですけど、別でご用意する予定になってます。はい、いいね、この色合い。おお。こちらの浴室で右手にシャワーが。おお。あれ？このシャンプーなんかあれあるんだよね、そのジムに。はい。そうですよね。これいいのよ。これいい。ノンタイトルで。あ、ノンタイトルのやつなんですか？はい。なんか全身これ使えるんですよ。あの髪もシャンプーもボディも全部いけるっていう。いや、
や、これめっちゃいい。僕今の中でも歴代ナンバーワン。これサラサラサラになりますよ、うん、トリートメント、全身シャンプーってトリートメント効果ないのがほとんどなんだけど、これあるのよ。俺もう買ったもん俺。いいから。でも時間短縮めっちゃいいですよ、うん、はい、だからもう髪洗ってそのままこの体いってみたいな、で流して終わりみたいな、もうめちゃくちゃおすすめです。格闘家とかはいいですよ、確かに。うん、早いし、ちゃんとケアもできます。いやー、これ、動線がいいですね、鉄人さん、さすがですね。はい、ありがとうございます。さすがです、これは。で、こっちが水風呂です。水風呂。これ水風呂ですね。水風呂広いですね。はい、これ水風呂で、こっちがお湯風呂です。お、お湯があるんですか？お湯あります。おー、最高。41度ぐらいと、こっちが17度の設定にしてるんですけど、ちょっと今日、もうちょっと冷たいかもしれないですね。なるほど。え、はい、何度ですか？17度ぐらい。あ、でも、UCPI、ね、シングル入ってたって聞いたんで。そうなんですよ。UCPI は5度だった。寝るやつ。寝る感じます。で、この2つとも、あのちょっと仕掛けがありまして、はい、ここにですね、プッシュっていうボタンがあるんですけど、はい、これを押すと、水風呂が呼吸を始めるんですよ。すげえ。これ何が出てるんですか？これは泡です。おお、ジャグジー、ジャグジー、ね、これより冷たさのね、はい、ありますよね。なのでこっち側手前は割とちょっと体感冷たくなって、うん、ゆっくり入りたい方はちょっと奥の方行こう。2つの体感があるからと、これ全部ヨガでできているので、あ、みんなのヨガでできているので、お湯風呂、水風呂、全部ヨガに含まれるミネラルが水の中に出ていってる感じです。なので、お湯風呂とかは温泉みたいにちょっととろみがある水になってます。ありがたい。どうやってどうやってとろみつけたんですか？いや、これ何もしてないです。ヨガ、ヨガだ。へえ、本当だ、ちょっととろみある。サウナもそうっすよね。はい。で、ここにある石で、バッカン石とかトルマリンとか水晶とかそういう石をろ過することによって、富士山の伏流水と同じぐらいの。ペーハーが 7.1 ぐらいの体積。ペーハー 7.1 ですか？はい。やりますね。超バランスで。そして最後、出ました、はい。マグマスパですよ。いつもね、はい、行ってるあのロカと一緒の。はい、これは初めてのパブリック型サウナでマグマスパが出るんで、これはですね、衝撃だ。衝撃です、はい、で多分みんな知らないですよね、はい、みんな知らないです。あの普通の多分サウナの価値観変わるっすよね。変わります。正直正直正直変わる。これこのマグマサウナしか入れない本当にもうそのまま行ってしまいます。行っちゃっていいですか？行っちゃっていいですか？しかも広っ。これえめちゃくちゃ広いじゃないですか。20人用です。えめっちゃ寝転べるっすねこれ。はい、寝ながらも入れます。全然20人以上入りそうじゃないですか。まあ、ね、快適に20人っていう話でしょ、はい、どうぞ。おお、ありがとうございます。どうぞ。やばい、もう入った瞬間のさ、あこの感じで木の香り、なんかうわこれやばい。あ、ダメだ、一瞬で曇ります。曇っちゃう。あ、曇っちゃった。曇っちゃいます。外から撮ってますね。この下がですね、だいたい今60度になっていて、で、上が6、あ、なるほど、はい、ここで今ちょっと上がってるんですけど、66で68ぐらい。本当だ。高さで違いますもんね。高さで温度と湿度が。3段目あるのが暑いな。暑い。ここは結構暑いですね。座るとここがあったかくてマジで気持ちいいんですよ。でこれ富士山の溶岩で下溶岩プレート入って、そこに水蒸気を当てて、で天然のミネラルを含んだ蒸気で皆さんの方にお届けする。で足元がこれ全部の座面に富士山の溶岩入ってるんで。ここに座ってもあったかいです。すごいっすね。わ、本当でなんかポカポカしてる。はい。どうだったよ、もう。ソリさん、ちょっと。ソリさん、もう、しっとりですね。はい、いやー、赤坂ってサウナの激戦区です。本当に。何店舗あるかわかんないぐらい、本当にあるんですよ。すはい、マジで。10店舗近いんですよ。そんな中で、ここをオープンさせた理由はね、ここなんですよ。クオリティがね、マジで高い。クオリティ勝負です。はい。もう完全に個室っていうか、そのプライベートサウナクラスですよね。はい、多分それ超えてるんじゃない。超えてる、ね、それを超えてる、はい、しかもなんかこのパンツも履いて入れるんで、ね、はい、まあちょっとね、まあ、有名人とかね、露出とか
きやすい。ジロジロ見られなかったです。でこれ一応この各段に温湿度計が全部ついてるので、自分が好きな温度帯のところでゆっくりくつろいでいただいたり、あとここ寝ながら入る寝サウナのスペースも。おお、最高。ありがたい。でいろんな場所を試していただいて、自分が一番快適なところを見つけていただければいいかな。あとこれ今ストーブ2つ入ってまして、10分に1回オートロウリュが。いやー、オートロウリュ。このオートロウリュ熱くないですよね。人を熱くするんじゃなくて温める感じなので、こうゆっくりここに吸気がありまして、下がダクト剥がして、この ストーブの下からファンで風を送るんですけど、こうゆっくりした熱対流になるので、こうじわじわじわって熱くなる。やば、激熱ですね。まあ、ちょっと入っていいですか、一回。お願いします。はい、じゃあ。ごゆっくり。はい。温まりました。水風呂に行きます。おお、最高です。これは、これは、おこれはやばいですね。あ、気持ちいい。でもやっぱり決めたいのに慣れすぎてて、なんか、USCPI 何度かあって、5度です。5度でも、これやばくない？いやでもやっぱこれぐらいでしょ、俺も普通だもん。USCPI の5度じゃないですか。で、5度で3分入ってたんですよ。で、3分入った後にホットバスに入るんですけど、ホットバスに入ってても、これなんかこれがホットバスなのか分かんない。冷たく感じてる。麻痺しちゃって。おー、冷たい冷たい。おー、はい、こっち行ったという。こっちの方が、うん、これやばいっす。流れてるから。おお、ああ、最高。幸せです。アメリカから帰ってきて初サウナなんで、マジで最高。どうなんですか、その実際のその海外のまで行きたいところに来たんで。いや、マジで最高にいい。もうこれできてる。やばいよ、これ多分ね、一回来たらもうみんなリピーターになると思う。うん、もうすぐ多分分かると思う、良さが。これやっぱ動画投稿するのはやめるか、はい、完全にやめようこれは。広々とした空間で使いたいんで、一応投稿したってことをしとこうか。吉井さんめっちゃ張り切って説明したの。吉井さんにはもうあげましたって言っとこう。中止、投稿中止、投稿中止で。しかもさ、この整った後の飯ってめっちゃうまいじゃないですか、うんうん、サ飯最高最高で。近くに最近できた JTT カフェっていうのがあるんです。あるな、小耳に挟んだことある。そうそうそう、で、そこのなんかカフェでどうやらめちゃくちゃ美味しいご飯提供してるらしいね。へぇ、そんなのあるんだね。夕方もやってるの。やってるんだよね、そうだ、ちょうどだから、サウナで整った後にその JTT カフェってところに行くと最高の、ね、一日を過ごせる。おぉ、最高のクラス。ツアー組みましょうか。ツアーですね、ツアー。いやー、赤坂やっぱいい場所に寄ってきましたね。ねえ、こんなところにこんなの大丈夫いいの？いやでも贅沢すぎでしょ。なんか格闘家にとってすごいいい場所になってきました、ね。いや本当最高でしょこれ。最高のジムがあって、うん、その最高に栄養バランスのいい食事が食べれるカフェがあって、でリカバリーできるサウナがあるっていう。UCPI に近づいてきましたよ、いよいよ。赤坂の街が。街が。赤坂の街が。そう、街がね。カイ君言ってたもんね、USCTI 見たときね。あ、街ごと作り変えてるね。街おこしして、街。街ごと作り変えてた。作り変えてきてる。よし、こっからのホットバスに行きましょう。やばい。もう、意識飛びそうだもん、子供にせんで。大丈夫だよ、これは。やばい。ああ、もう。そこのジェットはあるんで、一回ジェット入れてみます。めっちゃいいあのパンチを顎に食らった時ぐらい。大丈夫だよ。表現が健康に、大丈夫、健康に、健康にいいんだ。ああ、いいね。冷たいからはこれ、そう、なんかこう、ちょっとね、いい感じだよね。ただ、こう男子だけなんですよね。男子、男性専用なんですけど、まあ、レディースでもちょっと企画してて。あ、そうなんすか。はい、で、7月には東アドプテン、女性専用の東アドプテンをオープンするんで、
おお、素晴らしい。あ、そのレディースで僕だけ入れるよ。ダメでしょ。絶対ダメでしょ。ダメか。いやでもサウナの良さを知ることができてよかったな。俺もともとサウナマジで嫌いだった。そうだよね。そう、サウナ嫌いで絶対もうサウナは減量する嫌なとこだって思ってたけど、もう鉄人さんにこのマグマサウナをね紹介してもらって、そっからですよ。ドハマりして1年前ぐらいですよ。マサルでも1年しか経ってないですか。もうちょいかな。もうちょい1年半ぐらいだよね。そうなるのはハマりぐらいだよね。ハマりぐらいは尋常じゃないです。すごかったですもん。だって予定見るたびにどっかしらにもうサウナっつって毎週絶対ね、サウナ。カイピンがサウナのなんかテレビの番組出ちゃうぐらい。確かに。俺もテレビ呼ばれましたから、サウナに。そこまで来ましたからね。しかもね、サウナもね、ゆくゆくは作りたいんですよ。ね、まあ、ちょっと。次の他の店舗の時一緒にやりますか。はい、なんか。おお、海君プロデュース。じゃあ、2回戦いきますか。2回戦。あと3回戦ぐらい。整い。確かに。スペースもちょっと整いますか。一旦整ってみます。あ、ここにはある。こっちはナイキ服用で、まあ、あくまでナイキやな。本当。すぐ、ローテンだけを意識したんですけど、今日ちょっと撮影の関係で明るくしてるんですけど、本当は暗い。本当は暗いです。おお、こういう感じで整ってるわけですね。この椅子、良くないですか。最高だね。これ、事務所の屋上にあるやつと似てるんだよ。それの、デッキチェアなんです。おお、そういえば事務所の屋上が台風っていうか豪雨で吹っ飛んじゃったんで、なぎ倒れたんだ。なぎ倒れたんだ。昨日現状に来ました。そう、ちょっと早くね、直してくれるといいですね。今テントサウナから入れないんだけど非常に寂しい。あれ、ロゴが富士山なんですね。あ、すみません。これ漢字ですごいいいサウナって書いてあります。あ、そういうことですか。はい。でしかもここで携帯を触ってゆっくりしてもいいんですよね。素晴らしい。サウナオフ会しますか。どういうわけですか。サウナオフ会一瞬で埋まりました。貸し切りできるんですか。もちろんです。マジっすか。はい、お、貸し切りいいじゃん。現実的ですね。じゃあ、うん、貸し切りでしたい。貸し切りしましょう。もしかしたら上がんないかもしれないです。可能性ある。それはじゃあ、レアさんぜひ一回来てみてください。まあ、来てみたら俺が持ってなかったってことが分かると思います。ぜひ一度体験してみてください。